あ、ちょっと私が紹介してから。個別セッションの本日最後になりますけど、北海道地図株式会社の春日部様から、フォース 4G で構築した登山地図&計画マネージャー、ヤマタイムの紹介になります。よろしくお願いします。どうも、北海道地図株式会社の勝部です。ちょっとすみません、事前にちゃんとテストすればよかったんですけども、うまく接続できなくて縦長になって、ちょっと絵とか見苦しい場面あるかと思いますが、ご容赦ください。掃除で構築した登山計画までヤマタイムの紹介ということでいたします。まず自己紹介ですけど、北海道地図株式会社営業部、東京支店に勤務しております。学生時代、登山とか地理とか GIS などをちょっとやってましたが、営業ですので難しい質問はちょっと空気を読む感じでお願いいたします。はい。あとその辺にもし朝日さんとかいたら、その辺に振ります。はい、向こうで司会してる。あ、そや。はい。でヤマタイム、何かと言いますと、登山、書籍、登山出版の分野の老舗のヤマト渓谷社さんという会社、ヤマト渓谷という雑誌を出してたり、あとは自転車人とかワンダーホーゲルとか、そういう雑誌を出している、あとカレンダーとかでこれからの季節本屋にも並ぶ出版社さんなんですけど、そちらが山岳のポータルサイト、ヤマ渓オンラインというのの中で登山地図の提供サービスを行っております。でそちらを今年度リニューアルをお手伝いしました。で登山ガイドブック、ヤマタイムの中には登山ガイドブック、ヤマケンアルペンガイド、これ全部で14冊あって、日本全国の山を網羅しているんですけども、そちらの中で掲載されて、これ、で中に、こんな感じでたくさん地図が入っているんですけども、そちら の地図情報を全部GIS 化して登山地図でウェブ上で無償公開しております。なかなか太っ腹なサービスだと思います。で、今年の4月15日にサービスを開始して、現在サービス範囲が拡大中で、おそらく今年度のうちには全部の、アルペンガイドの整備が、完了する予定です。で、リリースと同時にたくさん反響をいただいておりまして、これツイッターを7月15日前後拾ったんですけども、非常に高評価をいただきました。はい。ここにいる人たちも何人かいるんですけども、はい。で、あとサービスの詳細に関しては、例えば山系オンラインのサイトに、ヘルプページみたいなのがありまして、そちらでヤマタイムもできること、例えば登山地図の閲覧、登山計画の作成、あるいはオリジナル登山地図の印刷共有、登山記録の作成管理といったことを詳しく説明されております。あとサービスの開発の経緯とか、なんかそういうこと興味ある方は、趣味のインターネット地図ウォッチで、片山さんが、かなり詳しくヤマタイムのプロジェクトリーダーの山県オンラインの神谷部長にインタビューしてるんで、こちらも合わせてご参照ください。で大体この2つを読んでいただければ大体わかるんで、私がしゃべること実はあんまりないんですけども、一応ホスフォー G をどういう、ホスフォー G だと地図屋がどういうふうに関わったかということをかいつまんでご紹介いたします。で、ヤマタイムに構築使用した主なオープンソースソフトウェア、あとデータベースですけども、Web7 でも一般的なもので、ポスグレ、ポスト GIS PG ルーティングで、こちらがデータベース系のソフトウェアになります。で、あとジオサーバーを地図配信サーバーとして採用して、オープンレイヤーズで、ウェブ側を作り込んでおります。で、データとしては、内部のデータとして数地図の国土基本情報から地図データをカスタマイズいたしました。こちらを山岳エリアの背景だったりとか、あと登山道の元データとして使っています。であと読み込みに関して地理院地図の標準地図タイルをベースレイヤーとして採用しています。あとこちらはちょっと中で作業時に使ってるんですよ、地理院地図の標高 API、 こちらで例えば POI ってポイント情報ですけど、そちらへの、標高とか、あとルートを後でお見せしますが、断面図とか作ったりするんで、そちらへの標高付与とかを、標高 API を用いてやってます。要はFOG と、国土地理院さんのご提供されているコンテンツをフルに活用して開発いたしました。
で、まあ、あのシステムの構成図、あのこちらも、本当にあの一般的なもので、ないんですけど、まあ、地図のデータベースを、まあ、こちらはあの GIS の環境の中で作成しまして、それを PostGIS に導入して、ジョサーバーで配信して、オープンレイヤーズで受け取って、インターネットで見るという、それだけの流れです。で、この中で北海道地図が何やったかというと、大体この上の方を、絵の上の方を担当しました。で、ウェブの、ウェブのオープン、あの、ウェブサーバーの部分も、関わってはいるんですけど、実際の開発はあのウェブ屋さんがここから先はやっております。はい。で、すいません。で、北海地図にやったことはまとめると3つあります。地図を、作る、で、そして地図を見せる、そして地図を使う、全部地図に関わる部分なんですけど、当然こういったところをやってます。で、地図を作るというところでは、まずお客さんから、例えば、登山、まずニーズとしてあったのは、登山計画書を作りたいという、登山計画書を作るのを支援するシステムを作りたいという要望で、まあ、山登りしたことある方ってご存知だと思うんですけど、登山計画書を作るのって結構面倒くさいですよ。で、大体登山口とかに行くと、もうしわくちゃになったわらばんしが置いてあって、ちびた鉛筆とか置いてあって、こんなんでどうやって書き込むんだみたいな感じの状況ってよくあって、まあ、実際この前の、御嶽山の事故で、事故って言ってない、御嶽山の、災害でも登山計画書出てない方ってかなりいらっしゃったと思うんですけど、かなり作るのは面倒くさい。で、それをどうやって支援していくかというツールを作りたいことで、そのためにはルート検索とか必要なのよねとか、そういうことをやっていくうちにいろいろイメージが固まってきて、そこからまたデータベースに帰って、じゃあそのためにはどういうデータベースを整備しようというところから始まりました。でそういう形なんで、データベース設計すると同時に実際のシステムでそれがどういうふうに動かされていくのか、 API の設計も同時にこの時点で行っています。で、その後それが固まってきたら、まあ、実際数値地図、そこからはうちの昔からやってる作業なんですけども、数値地図を高度地図センターから調達してきまして、それを大体全国多分400、500メッシュだったと思うんですけども、そちらをデータを、内部の社内の、編集ツールにぶち込んで、チク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 と、登山道の中期だとか登山道の情報とかをアルペンガイド、まあ、こちらの、になるべく近づけるように編集しました。で、中期の表示位置とか書体まで細かく決めて表示し設定しています。で、同時にあとはこちらは、まあ、地図の 表現の方なんですけど、あと経路探索用の登山道ネットワークデータ、POI データ、まあ、我々山系レイヤーと呼んでるんですけど、上が山系地図で下が山系レイヤーという、それも作成しております。で、まあ、ネットワークデータってあんまりご存じない方いらっしゃると思うんですけども、まあ、こんな感じで、これデジタル道路地図協会さんのサイトから引っ張ってきたんですけども、道路のネットワークデータ、カーナビゲーションとかのデータというのは、ノードと呼ばれる結節点とそれを結ぶリンクと呼ばれる道路 の、 結構複雑な組み合わせできてます。実際の上り下りがあるんで、交差点とかはこんな複雑な形になってきます。で、まあ、登山道ここまで複雑じゃないんですけども、でもやはり厳密にロジックが通ってないと、検索できないんで、で、まあ、登山道でいうとこんなイメージです。例えば登山口があって、まあ、分岐があって、マウントホスがあって、山小屋があってみたいな感じで、で、そのまず最初のノードを定義して、ノード A、B、C、D というのを定義して、それに対してリンク AB、リンク BC、リンク BD というのが1位に定義されます。で、こちらのでノードがノードにで、あと登山道でちょっと特殊なのは、上りと下りで時間が違うんで、距離じゃなくて時間をコストとして計算してます。上りで50分、下りで45分と。で、まあ、これをリンク、対して情報として持つと。で、じゃあ例えば、この登山口から登ってマウントホスに登って、山小屋に泊まりますよっていう登山工程は、ここでノード列と呼んでるんですけど、ノードの組み合わせ、ノード、ですでいうと ABCBDBA というノードの列で、これで登山計画、登山工程が1位に表現できるようになるというような仕組みになってます。で、こちらを、まあ、カチ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 作る、まあ、これは口で言うと簡単なんですけども、実際にはこんな編集専用の画面がありまして、こちらは中期の編集画面ですね、まあ、この中期の位置とかも細かく設定して、表示しない中期とかは背景でこんな画面で
編集、ちょっと GIS ではなくてこれ編集ツールなんでちょっと皆さんイメージされている GIS とは違うと思うんですけども、でコースタイムはこんな感じです。でコースタイムも表示されている大きなコースタイムの下に、まあ、さっき の、 あの複雑な登山道のネットワークを細かく分解したネットワークデータがありまして、その、まあ、いくつかの、リンクのここにちっちゃな数字があるんですけど、それを足した値がここになるというような制御の仕方をしております。で、まあ、でここまで、でこれで、まあ、あの地図はあの設計できた後はカチ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 とあのオペレーターたちが、まあ、あの結構人数かけてやったんですけども地図を作ります。で次できた地図データで地図を見せるということですけども、登山情報反映済みの数値地図国土基本情報から、ポストスクリプトを用いて、マップサーバーではなくポストスクリプトで山系の傷画像に変換しました。その理由は後でちょっと説明します。で、その後傷画像をスケールごとに、ズームレベル15、16、17に変最適化して、タイルに分割します。であと、それとは別に POI、ポイント情報、山小屋だとか、登山山頂だとかそういう登山あとお花畑とかそういうポイント情報なんで、そういうのに応じてピクトをこれはデザイナーがデザインしました。でこれをウェブ上で重ね合わせて地図が完成いたします。とできるかな。で大体レイヤー構成こんな感じで、下からなんですけども、一番下に地理院地図があって、その上に山系地図というあの数値図から作ったタイル画像がありまして、その上にコースタイムで、コースタイムもあのタイル画像で配信してます。で、表示用には画像で配信してます。その上にさらに、ルートがあって、ここから上はベクトルになるんですけども、まあ、ルート、登山コース、コースタイムを持ってます。でそしてノード、登山コースの結節線でルート検索に使用して、で上の POI とかと連携してます。その上に POI でピクトで記号を表示して、あとこちらの山系さんが持っている山小屋のデータベースとかいろいろあるんで、そういうものと外部と連携します。であと注釈見どころ、これはまあ POI とほとんど同じなんですけど、ポップアップで詳細情報を表示しています。で、でピクトはまあこんな感じで、ちょっとあの本ではあのかなりあのシンプルな表現だったんですけど、ちょっと可愛らしい感じで作りました。はい、で表示イメージ、ちょっとこれあのすいません、あの本当は真四角なんですけども、まず下に地理院地図があって、で、その上に山系地図を引きます。で地理院地図と山系地図はあの表示の選択が可能なようになっています。でその上に、コースタイム画像レイヤー、あのこちらあの斜め中期とかあったんで、あの画像で、はい、斜め中期になってしまうんで画像で作ってます。でその後あの登山コースと、ピクトがあって、これで大体まあ完成する感じです。今ちょっと間延びしてしまいました。であとこれが16なんですけど、17だとこんな感じになります。これもちょっと縦長になってるんですけども、であのポストスクリプトを使った理由っていうのは、こういうあの斜め中期で明朝体とかそういうあの絵を作りたかった字を作りたかったという、あのそういうところのちょっとこだわりで、やりました。あの以前あのでこの辺のノウハウって 実はなんか以前あの地理院さんの受託業務で、電子国土の使用検討みたいなのをあの受託、多分2010年ぐらいに受託したんですけど、そういう時にいろいろ検討した内容が反映されてます。はい、で地図をで最後これで、まあ地図これで、まあ、見せる地図が、地図のタイルと、ベクトルデータと POI ができて、 で今度じゃあ地図を使っていくということで、地図の API の構築とデモサイトの構築、あとあの POI 編集ツールの作成といったところをやっております。で、まあ、実際はまあ、こちら今時系列でやってますけども、順番にやってるわけではなくて、実際にはあの整備した地図、まあ、整備した地図データベースをウェブ側で利用できるように API を構築するんですけども、まあ、あのルート検索とかにしてもあの、まあ、一般的な API なんで、特にあの例えばあの Google マップ API とか Yahoo の API とかと大きく変わるものではないです。でただあの実際の開発で、まあ、地図がどう見えるかって誰もわからないんで、実際の開発の場ではプロトタイプとして、テストサーバーにデモサイトを構築して、そして地図データの見栄えとか API の動きをクライアントやウェブ側の開発者、ウェブ側の開発者さんは、電子国土を使って生々で使ったことはあるんですけど、それ以上地図を使ったことってあまりなかったんで、まあ、実際にこうやって動くんだよということを共有しながら開発を進めていきました。
なんで、結構、で、まあ、あのデモサイトはこんな感じで、まあ、あの、この辺に API 一覧があって、まあ、あのここにあの、まあ、関数とか導入すると JSON が返ってくるとか、そういうサイそのためだけのサイトがありまして、まあ、これはあのルート検索した結果はこうやって返ってきますよっていうなんですけども、そういうものをあの作ってこういうのデータが返ってくるからさウェブは作ってくださいとお願いしながら開発を進めてきました。であとあの POI 編集ツール、まあ、これはあの、POI オンラインで編集してデータベースが反映するツールで現地の変化に迅速に対応できます。例えば、まあ、こんな感じのツールなんですけど、例えば、まあ、この前の御嶽山とかで入山禁止があるとその日のうちにこういう入山禁止のマークを反映して、まあ、危ないですよとユーザーに喚起するようなシステムです。ではちょっとデモをします。まあ、こんな山系を、山系オンラインのページこうやのいまして登山地図というのを押すとあのこういうルート検索のが出てきます。でちょっと今本当にあの伸びしちゃってて地理院地図もあれな感じになってるんですけども、ヤマタイムの、背景地図はこんな感じで二重になって、でもう中期とか見ていただくとかなり触ってるのが分かると思います。特に登山だとこういうなんとか沢とかとかあの登山独自のなんか地名だとかそういうものは、地理院のもともとの地図には入ってないんでそういうのも全部取得しました。でこちらのであとはこういうのあってこういうのはあの Facebook とかでツイッターとかでつぶやいて、まあ、あのこんな感じであの今度ここ行くよみたいなのをツイートしたりとかそういう機能もあります。であとこれはあので地図の画面って2つありまして、これは地図の閲覧モードでただ見るだけの情報です。まあ、ここに行こうかなとか見てるだけのページなんですけども、その他に、計画を立てるでルート検索の画面がありまして、こういう画面で例えば、横から、この辺通ってカールを詰めていって、北穂高に登って、北穂高に行ってまた横に戻ってくるとかするとこういうふうにルート検索の結果が返ってきます。で同時にあのそのこの、ノードに対して山小屋とかが紐づいてるんで、じゃあどこに泊まりましょうとかいうのを選んだり、あと何時に出ますよとか選ぶと、まあ、あの到着時刻とかどんどん変わっていくような感じです。あとちょっと面白いのは山の登山の登山の時間って人によって違うんで、私はちょっともっと時間かかるよとか言うと2とか入れると全然見えない。それで時間が2倍になってると思うんですけど、ちょっと私の方から見えない。こういうのがこうやって登山計画ができてくると、でまあ、ちょっと引くと今回行く登山地図が見えるんですけど、でこちらを、印刷保存すると、でここまではここまではもう公開されている情報で、ここから先は会員に無償登録する必要があるんですけども、会員登録しないとできないですね。登山計画書を作るというのを、こういった登山計画書が登山計画書が出来上がって、高低差ですとか、あと高低、あと装備品とかも選んだりして登録すると持ってるものがバッと入って登山計画書ができると。でこの計画を印刷するで、こんな感じで登山計画書ができます。でちょっとあとは自分の名前を打ち込むだけで登山計画書ができますので、これをプリントアウトして、プリントアウトして、登山地なるポストに入れたりとか、あと警察に郵送で送っておくとか、そういうことをすると登山計画として認められる形になります。
計画一覧見物。こんな感じで、山登りしてた人間がするとかゆいところに手が届くようなサービスになってますし、あと先ほどは登山計画でしたけども、どこに行けばいいのかな、こんな感じで、これは私が大好きな新潟の牧畑山という山なんですけど、登山道、登山地図として縮尺を設定して、紙の配置設定して印刷することもできます。であと、最後まとめといいますか、まとめというかそんな大したことはないんですけども、最後、他にやったこととして地図を作る、地図を見せる、地図を使うといいますか、言い換えると、地図データベースの設計構築で、地図を見せるというか地図のデザイン、そして最終的にちょっとこの辺の表現難しいのは地図のアウトプットとかハンドリングの手伝いということで、今回使ったツールとしてはオープンソースのツールであったり、オープンデータであったりということで、誰でもアクセスできる情報なんですけども、どちらかというと我々が印刷時代から、印刷ですとか GIS 開発してた時代から培ってきたノウハウで、あとデータ整備とかですね、そういうものを生かして開発できたかなと思って、スムーズに開発できたかなと思っております。であとはまとめとして、餅は餅や地図は地図やということで、ぜひ地図のことは他にすぐご相談くださいということと、あと今回非常にあまりなかったんですけど、ウェブ屋さんとかサーバー屋さんが開発のグループにいたんで、非常に地図部分の開発に専念できて、非常に楽な思いができました。そんなこと言うと朝日さんに怒られるかもしれないですけども、私気分的には楽でしたね。でそういうのもあったんで、一緒に開発してくれるパートナーさんどんどん募集中です。以上、ご清聴ありがとうございました。はい、勝部さんありがとうございました。これで本日の個別のセッションは終了いたします。で、この後